メンデルスゾーン銀行跡地を記念する名碑。アブラハム・エルンスト・メンデルスゾーン・バルトルディは、ドイツ系ユダヤ人の銀行家、フィランソロピースト、フェリックス・メンデルスゾーン、ファニー・メンデルスゾーンの父である。アブラハム・メンデルスゾーンとして、ベルリンに生まれた。父は、哲学者のモーゼス・メンデルスゾーンである。モーゼスが1八十六年に他界した時には、メンデルスゾーン一家は、 名のある裕福な家庭となっていた。ドイツ系ユダヤ人は、ユダヤの文化と同時に、ドイツの文化にも参画しなければならないという父、モーゼスの考えに従い、アブラハムは自由主義的な教育を受けた。1792年にはユダヤ自由主義組織、ゲゼルシャフトデアフロインでの創立メンバーとなり、また1793年には合唱団ベルリン。 神宮アカデミーの設立にも関わっている。1796年、ダニエル・イッチ・ヒヒの孫娘で、後に伴侶となるレアザロモンがアカデミーに入団したが、二人はおそらくそれ以前に出会っていたものと思われる。1797年、アブラハムは兄のヨーゼフの命に従い、銀行経営を学びにパリへと赴いた。ヨーゼフは、 ダニエル一匹の孫であるモーゼス・フリートランダーと共同でメンデルス・ゾーン・フリートランダー金融会社を設立していた。フランスでの生活はアブラハムには魅力のないものだった。1804年、アブラハムはレアとハンブルクで結婚し、その地で一家の銀行の事務所を運営した。この時期のどこかの時点で彼はレアの知り合いであったゲオ・ルク・ペルヒャウと出会っている。 ペルヒャオは CPE バッハの遺言実行人であり、その多くの倉庫を場で音楽家のザラレビに譲ったが、レビがこれらをジングアカデミーに寄贈している。1804年、アブラハムは兄、ヨーゼフの銀行会社の協力者となった。この協力関係は1822年まで続くことになる。後にメンデルス・ゾーン &CEO として知られるようになる、この私的な銀行は、 ベルリンのイエーゲルシュトラーセに1815年から1938年まで営業したが、ナチスの圧力を受けて消滅させられた。1811年、フランスがハンブルクを占領、貿易を制限したため、アブラハムと一家はベルリンへと戻った。フェリックスとアネファニーが誕生して音楽に顕著な才能を見せ始めたため、二人にはその才能を 伸ばす教育を受けさせた。しかしながら、アブラハムは音楽がフェリックスにはキャリアを切り開くかもしれないが、ファニーにとっては時間の無駄になるだけだと肩にはまった考え方をしていた。アブラハムは1801年にジングアカデミーの責任者となっていたカールフリードリヒツェルターにフェリックスの指導を任せた。後に、アブラハムはピアニストのイグナーツも知レスを雇って、 子供たちにレッスンを頼み、これがきっかけで、メンデルスゾーン一家とモシェレスの交際が続くことになる。アブラハムはフェリックスが1829年に初めてイングランドに赴いた際には息子にモシェレスへの挨拶を頼み、またその後に彼自身がロンドンを訪れた時にはモシェレスのもとに滞在している。ベルリンのメンデルスゾーン家の邸宅ではしばしば演奏会が開かれており、 これら内輪の機械の多くが、フェリックスの初期作品を披露し、フェリックスとファニーラ自身が演奏する場となったのである。アブラハムとレアには他にも二人の子供がいた。数学者のペーター・グスタフ・ディリクルへと嫁いだレベッカと銀行家のパウルである。1825年、アブラハムはベルリンの市議に選出されている。アブラハムはベルリンでこの世を去った。アブラハムと妻のレアは、 ベルリンの生産民一体協会の第一墓地で彼らの子供たちの三人の近くに眠っている。アブラハムは自分のユダヤの出自に対しては断固とした態度をとった。彼はユダヤ教の時代は終わっており、ドイツ社会の一部となるべく実践的な第一歩を踏み出すことが必要であると考えていた。この目的のために彼とレアは1809年、1812年に、 それぞれ生まれたフェリックスとパウルの兄弟には、あえて滑稽を受けさせないという決断をしたが、これは、レアの母との間で議論を引き起こした。彼の父モーゼスは、性を変えてはどうかという、レアの弟のヤコプザロモン・バルトルディの助言を受け入れた。ヤコプは、ルイーゼン広場にあった土地を相続し、その名前にちなんで、バルトルディと名乗っており、アブラハムも彼に習ってこの名前を採用した。 著名人であった父のモーゼスは、ユダヤ教の講師などいないのと同様に、クリスチャンのメンデルスゾーンなどもまた存在し得ないのだ。と述べており、アブラハム後に、フェリックスに対し書簡を送り、メンデルスゾーンを名乗るのを止め、バルトルディ世の身を用いるようにとせかしている。しかしフェリックスは、両方の性を使い続け、聴衆は、単に彼をメンデルスゾーンと呼ぶようになった。 アブラハムは当初、子供たちを宗教教育を受けさせずに育て、1816年には、洗礼を受けさせた。彼自身と、レアも1822年10月4日に、フランクフルト洗礼を受けたが、これは、ここがベルリンにいる親戚や知人から、十分遠い場所だったからである。注釈出典。ありがとうございます。